こんにちは、サラリーマンです。今回はシンクリング大コーラとの3段セットの動画になります。7月くらいにこの子たち購入してたんですけど、実はが4月、今年の4月だったのでまだね、成熟してないかなっていうことで成熟を待ってた子たちになります。まあ、大体6ヶ月経てば成熟してくれるだろうというところで、今回ね、同居ペアリングして今回作成する産卵セットに入ってもらいます。20匹ぐらいね、取れたら嬉しいですね。シンクリング生態は最後に出そうと思います。最初に固まってるマットを崩していくんですけど、これはね、3倍速ぐらいで早送りしていきたいと思います。シェンクリング、台湾の天然記念物的な感じらしくて、もう野外品は入ってこない種類になりますかね。まあ、でっかいコクワガタみたいな感じって言われてますけど、実物見たらめちゃくちゃかっこよかったので安定して増やしていきたいなと思ってます。で、使用するマットはハワイアンビートルの J01 です。で、袋から出してね、今固まっているマットを崩して、で、この崩し終わった後300から400ミリぐらい加水していきます。購入してから今回若干時間がね経っているので、ぼちぼちっていうか、かなり乾燥してるなっていう感じですね。加水して混ぜたマットを握ってみていい感じに固まったら、まあ OK って感じですかね。マットの乾燥具合がね、なかなかだったら、もうちょっとさらに追加で加水していきます。50ミリぐらいずつですかね。購入してすぐのマットは、割としっとりしてるのでね、ここまで加水はしないです。今回はね、購入してからかなり日が経ってるので、乾燥してる部分もちょっとあったかなっていう感じですね。まあ、こんな感じで握って塊になればいいかなっていう感じですかね。若干加水してもいいかなっていう気もするんですけど、まあ一旦これで産卵セット組んでみようかなと思います。ここからね、マットを全力で詰めていきます。で、クリアスライダーラージにだいたい半分ぐらいですかね、マットをバーッと入れて、で、そこから型詰めをしていきます。まあ、大体これぐらいの量を入れれたらガンガン詰めていく感じですね。国産のオオクワガタは台の方がよく産んでくれるんですけど、アンタレスとね、同様にシンクはマットにしっかり産んでくれるとのことで、マット型詰めの産卵セットを作成していきます。ヒラタ、ノコとか虹色とかと同じ感じですね。結構アンテと同じ感じでいいみたいなので、無事に産んでくれると嬉しいですね。凶暴さはアンテよりはね、凶暴な気はしています。割とこうケースでね、ゼリー交換した時に立ち向かってくる感じがありますね。今結構一生懸命詰めてるんですけど、これ3回くらいに分けてマットをクリアスライダーのラジに入れて、思いっきり力入れて詰めていきます。動画の撮影をね、真上からしているので、ちょっとカメラぶつかったり、途中ね、思いっきり詰めてるところ見にくかったり、まあ、映ってないかもしれないですね。これ撮るの結構難しいというか、やりづらいんですよね。ケースのね、このキワキワも指を使ってしっかり詰めていきます。このね、僕はこの第二関節で思いっきり詰めていくんですけど、これやるとね、数日人差し指の第二関節痛くなるんですよね。皆さんどんな感じでケースのこのキワキワ詰めてますか？なんかもしいい方法あったらね、教えてもらえたら嬉しいです。これね、指で突っ込むと結構マットがね、グッと詰まっていくので、これはね、しっかりやった方がいいのかなと個人的には思ってます。で、このガチ詰めを3回に分けて行っていきます。またね、ちょっと早送りしたいと思います。めちゃくちゃ雑談なんですけど、最近ね、コールオブデューティーのかくれんぼの動画がめっちゃおすすめに出てきて見るのハマってるんですけど、 TikTok でね、アルさんって方の動画よく見てるんですけど、皆さんおすすめのゲーム動画とかあります？
最近ね、自分でゲームあんまやらなくなっていっちゃってて、人がやってるの見る方がね、楽しくなってるんですよね。おすすめのゲーム配信の方とかいれば、コメント欄にコメントしていただけると嬉しいです。3回目のガチ詰めが終わったら、最後メスが潜るきっかけになるようにね、ゆるくマットを詰めていきます。これでね、ほぼほぼ完成ですね。で、ここに転倒防止用にバックチップをばらまいて、で、ゼリーを入れてメスに入ってもらったら、まあ、完了ですね。今使ってるバックチップ、ネットの安いやつ買ったんですけど、素手で触るとね、すっごい細かいトゲ刺さるんですよね。まあ、手袋してるんで今大丈夫なんですけど、ゼリーはね、 DDA のパウダーインゼリーを入れています。多めに幼虫を取りたいなって時はこのゼリー使ってます。あとはほとんどプロゼリーですね。で、ここに同居ペアリングで6日経ったメスに入ってもらいます。2日間くらいは同居させてやり合ってるかもなくてね、平和に見てたんですけど、6日目で急にオスがね、凶暴になったっていうか、なんか襲い始めて、1週間同居しようと思ったんですけど、まあ6日間のね、ペアリング期間ということにしました。ちょっとやられちゃうんじゃないかって怖かったですね。うちはね、顎縛りやったりやらなかったりなんですけど、まあ、平田クワガタも5日間ならメスは無事な印象があります。でね、メスも入れたので、これでそのセット作成は完了です。ちなみにこの子たちの産地は台湾の南東県の、読み方ってるのかな、ハボン産が産地ですね。でっかいコクワガタみたいと言われがちですが、画像や動画で見てもね、まあでかいコクワガタだなって見えちゃうんですけど、実物見るとめちゃくちゃかっこいいんですよね、この子。この形ででかいって結構かっこよくないって実物見るとなります。みんなね、そうなってほしいなって、まあ、願望的には思ってますね。でっかいコクワガタで飼育はほぼ安定って言われてるらしいですね。あとそこまで低温じゃなくてもいけるらしいです。22、23度ぐらいでちゃんと育ってくれるみたいですね。で、サイズはオスは75から77ミリっていう記載の子で、メスはフリーサイズの子です。今回は親越えしてくれれば満足ですね。80ミリ台入れたら最高なんですけど、どっかな。幼虫取れたらね、禁止は DDA の01を使いたいなと今のところ思ってます。またね、ちょっと喋りたいこと喋り終わる前に動画終わっちゃったんで、レオパに移ってもらいます。産卵セットは22、3度くらいのところに1ヶ月置いて採卵していこうかなと思ってます。今回こんな感じで終わりたいと思います。シンクリング採卵の動画も上げていこうと思っていますので、もしよければチャンネル登録、高評価、またコメントもねしてもらえるととっても嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。では、終わります。